初の今回鉄道企画ということで特急火の鳥。来た。どうもポンコツライスのマリコです。ヨちゃんです。パンちゃんです。はい、ってことで今日はですね、珍しいこのスリーショットで、スタートしましたが、初の今回鉄道企画ということで、鉄道といえばブーちゃんってことでね、知ってる人は知られてるかもしれないんですけど、ブーちゃん子供の頃から、それこそこういうポンちゃんぐらいの時からもうずっと乗り物が大好きで、いろんな乗り物好きだったけど、やっぱり今は鉄道一番好きっていうことで、まあ、Vlog でも紹介してますけど、鉄道の撮ったりホームから撮ったりとか、珍しい列車見に行ったりしてたんですけど、今年の1月からブーちゃん今小学6年生なんですけど、一人で自分の小遣いで切符買って、自分でこう路線図普段から頭に入れて、まあ、こことここつながってるか、こういう風にすればここに行けて、で目的地決めて、で家まで帰ってくるにどうしたらいいかとか、そういうのとかを始めて、まあ、ブーちゃんの馴染み深い鉄道でいうと近鉄っていう、まあ、近畿日本鉄道なんですけど、で今回私たちとあるちょっと予定で大阪に行くことになって、せっかくなのでちょっとみんなで電車で行こうってことで、近鉄の火の鳥、うん、特急火の鳥、まあ、近鉄っていろいろ特急があるんですけど、最新の火の鳥っていうので、ブーちゃんはまあすでにね何回か2回ぐらいかな乗って、しかも一人でねまあ私たち初めてなので、ちょっとどんな様子かも全くわからないんですけど、一応券はね予約したので、明日、ちょっと今台風10号が来ていて心配なんですけど、そうそう明日なんだよ、ブーちゃんも、ブーちゃん初めて乗るよってことで、まあ、どんな様子なのかっていうのをみんなで大阪目指して火の鳥乗っていこうと思います。ってことで無事よろしくね。レッツゴー。ポンコツライスメンバーシップ会員募集中。ということでですね、火の鳥乗りに来ました。台風の影響もありそうなんですけど、なんかね。なんかみんな見てる。はい、で今名古屋駅でブーちゃんは取り組みしながら、まあ、私たちはね電車の中で食べるお菓子買ったりするんですけど、はい、ね、なんとガチャーン、火の鳥グッズ、すごいね、火の鳥の子たちパーティーだって、すごいね、全部買い占めましょうか、ブーちゃんこれ欲しい、これすごいね、なんか超レアな、さあそのタンブラー欲しい、火の鳥のタンブラー欲しい、これ本当にさ、お揃いのタンブラーさ、買いたい、買うのがいいかな、あーそうだね、ってことで、ね、乗る前から、ね、興奮気味の、はい、ちゃんと楽しみおもちゃ朝からね、健康時に起きているルールでございます、暑いね、はい、僕もね、6時になりましたけどもうちょっとしたら火の鳥が入線してきますので、その模様をね、お届けしたいと思います、はい、すしたいと思います。ひなちゃん早速グッズ買ったしね。はい、ひなたり。お店見せて。あ、かわいい。かっこいいか。はい。いいですね。ということで、ポンちゃん初特急。行きまーす。ブーちゃん、あれは今何撮ってるの？何撮って、なんて言うんだろう。巻く？こういうの？これ好きなやつ、近鉄の中で。はい、なんていうの？確か5200円。5200件、はい、特急、何が来るんだろう、これ2階建てなんですよね、乗ってみたい、乗ってみたいね、ということですね、まあ、火の鳥のね自販機に来てるんですけど、ブーちゃんがね今度ね誕生日ということで、ちょっと火の鳥のねグラスをドッキリでリカと一緒に買いに行きました。こちらのねこれ普通のねリカのお小遣いで購入していただきたいなと、あ、そんなこと聞いてないですということでね、ちょっとこれをねドッキリでね渡していきたいと思います。そのまま出てきた。そのまま出てきました。ということで行きたいと思います。行きました。行きました。
しい。うちの杖。はい、早いさ。お誕生日。あー、お誕生日。よかったね。はい、ということでね、めっちゃかっこいいね、これどのまま出てくると思わんかった。いや、色もめっちゃかっこいいね。カーブのところも撮ったの。撮った撮った、そう。カメラマン光ちゃんありがとうね。いつ来るかドキドキ待っております。やっぱね、入選シーンを撮らないといけない。もうすでにね、旅は嫌います。お腹空いた。すごいね。長餅を先ほど買いました。これ小包装になってるから、これ。あ、なるほどね、美味しそう。で、火の鳥は普通の特急券プラス火の鳥で特急券っていうのがいいんですよ。うん、プレミアムなの。マイコ、ポンちゃん寝ちゃってよ。え、本当だ。寝ちゃいました、ポンちゃん。ポンちゃんもね、火の鳥からです。かわいい。ちょっと台風の影響かな。火の鳥の瞬間を撮りたいのに。くる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 。どっちから来るの？どっちどっち？こっち？撮る人撮る人。来ないね。でも光ってるよね。来るってことだよね、もう。名古屋駅は終点だから入線してくるところがね、やっぱ。くる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 。火が来るよ。来た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 。来ましたね。はい。ピカピカで光ってる。綺麗よ、光。2号車。あ、じゃあ向こう移動したと思います。乗ります。おー、すごい。スムーズだね。ラード。どっちでもいいよ、荷物は置けるから。なんとか到着。はい、ってことでね、無事乗れました。ポンちゃん寝ちゃったね。コウセどうですか、シートは気持ちいい。ヒカどうですか。いいね、クッションがいい。ってことでね、今から出発します。はい、出発しましたね。なんかやってるよ。なになに、あ、コンセントさせるんだ。乗り慣れてるね、やっぱポンちゃん。嬉しそう。最初地下から始まって地上に、ね、あの出る瞬間がおお。あ、そうなんだ。クッションがすごいね。いい。これリクライニングもできる。見れるね。うん。そう。本当だ。あ、もう寝れる病で。おやすみ。おやすみ。知ってますか？テストっていうの特徴は。ないないない。ここを開けすると。うん、あ、机が出るやつ。あ、してる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 。ピカピカよ。はい、机出まーす。ほんとだ。はい、じゃあこれでね、長持ち食べてみたいです。おー、外出た外出た。折れた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 。すごー。でかい、まずやっぱり。広いね。うわー、すごい安定感。ピカピカだねー。1、2週間ぶりだな。めっちゃ最近だな。めっちゃ最近じゃないか。当時暑かったら空調出してる。うん、ありがとう。直接当たりすぎ。本当だ、空調もありますね、ここに。調整できるんで。ね、下からマリコ。下からマリコ。はい。ちょうどいい。ヒカどう、いい感じ？ヒカいい感じかな？いい感じそうですね。今日の旅のね、50% ぐらい終わりだったからね。終わり。早いな。ということで向かおうと思います。はい。後でね、できたらちょっと火の鳥の中も、まあ、ちょっと探検したいと思います。何ですか？フリーワイファイなんですよ。これは特急だからあるの？フリーワイファイ。へぇー。ヒカちゃん何食べてるの？美味しい？旅っぽくていいね。ヒカちゃんカヌーやった川だよ。はい、ポンちゃんはね、グーグーです。なんかみんなで電車って変な感じ。はい、ブちゃんにトイレに連れてきてもらってます。これベンチがね、すごいね、これ、ね、で、これ寝転がりますよ、ほんと。このロッカーもね、あるね。でかいね、これ、うん。これ無料なのかな？無料だよ。あ、へー、すごい。IC カード使って。あ、ほんとだ、うん。ハイテクですね。はい。僕も入れてもらいましょうかね。人が入れそうな大きさだね、これマジで。ヒカとか入れそう
入れるね。ポンちゃんは3人ぐらいありそうだね。よし、ということでトイレ行ってきます。トイレがここにあって、あ、綺麗だね、すごい。トイレを取る人ってあんまりいないだろうな。お、なんかね、綺麗だね、電車に。あっちもなんかあるね。こっちが、あ、こっちがお酢用のトイレで、おー、すごい。これ何これ、あ、これ洗面所だね、洗面所。すごいすごいすごい。向こうにコーヒーがありますね、コーヒーコーナー。コーヒーでも飲みますか。あ、200円だ。あ、まあまあ安い、いいね。コンソメあるやん、すごい。コンソメオニオンスープ美味しそう。同じとこ見た、いろいろございますね。両替機もある、なんかちょっとゲーセン感あるわ。はい、ってことで、このね、まさにこの火の鳥に乗って、はい、どこへ到着しましたか。大阪ナンバー。はい、大阪ナンバー、ありがとう、火の鳥。ちょっとね、道中いろいろ、ポンちゃんも寝たり、ヒカも寝たりしながらね、着きました。帰りも？帰りはなんと、プレミアムシートを予約しちゃいましたので、また明日、その模様をお届けしたいと思います。ということで、今から大阪観光してきます。行ってきます。またこっちやね。くる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 。来た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 。来ましたね。帰りはプレミアムシートで名古屋まで帰ります。いいですね。ちょっとあの大雨の影響で帰れるか心配だったんですけど。止まってきますか。いや、なんか言うてるすごい、プレミアムシートって書いてあるよ。ほんとだ、プレミアムシートすごい、ありがとう、すごい。ワンシート3つなんだ。え、どこ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 、ここすごいよ。名古屋方面の方だから全面全部も見れます。全部リクライニングできるんだ。カーテンが自動なの。え、カーテンやってみる、うん、こっち。え、自動なの。あ、こういう感じか。あ、すごい、ブーちゃんも大興奮です。こうやってやるんだ。ん、おお、あ、本当だ、すごいね。ていうかこれ、すごいクリーン車みたいな感じだね。なんか、すごいね。あ、すごい、おお、リクライニングだ。快適？なんかいろいろある。ポンちゃんもいろいろあるよ、見て。ほら、なんかいろいろある。すごい。これ何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 何何？後ろにできるのそれ？え？すごい。あ、それリクライニングのボタンだね、多分。ここもスライドするよ、ひか。ほら。ほら。すごいね、これが二重になってましたね。めっちゃいいやん、いいね、いいね、いいね。にしか見て、そこのね、ここ押すとね、つくよ。ほら、この自動なのがいいね、リクライニングが下がるんだよ、それで。あ、涼しいやつかな。はい、ということで、ブーちゃん大満喫の近鉄大阪の電車旅でした。このプレミアムシートがさ、プラス900円だもんね、うん、安いよね、結構。どうせ乗るなら立ち乗りたいね。スマホからも予約できますので、ぜひあの火の鳥乗る機会ある方はプレミアムシート体験してみてください。はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ポンコツライスメンバーシップ会員募集中。